よし、じゃあ行きます。はい、はい、どうぞ。はい、たーい、7時を回りました。歌って踊れるプリティチェちゃんと遊ぼうの時間です。皆さん、暑い毎日が続きますが、お元気ですか？コロナや風邪とかもね、流行ったり、体調不良の人も結構多いので、しっかりと、こまめに、水筒とか持って、こまめに水を取ってください。本当に、とっても、健康管理、しっかりしてくださいね。それと、外はすごい暑いのに、建物の中に入るとクーラーがこう冷えすぎちゃったりして、体がね、調節ができなくなっちゃったりするので、今マナちゃんがちょっとピットを調整してくれたんだけど、私は寒さも暑さもすごく強くて、一年中半袖みたいな感じで高校で教室の頃やってたらね、生徒たちがもう、ちえちゃんはなんか季節障害に違いないとか言ったり、そしてなんかちょっと暑くなるとクーラークーラーとか、またちょっと寒くなったら寒い寒い寒いっていう、もう子供たちは多分そのクーラーとかね、それに慣れちゃってるんでしょうね。クーラーつけて寝たりしないよね、まなちゃんね。あ、でもしますね。本当に私クーラー、まあ1時間ぐらいもう我慢できなくつけたとしても寝てる、はい、ずっと。いや、基本クーラーちょっとつけてるかも。除湿？そうなんだ。うん、私もう基本的に汗をかきながら眠るのが好きで。そう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 。分かる。分かる。なんか、だからクーラーにずっとっていうの、なんかね。うん、確かに体調ちょっと崩す人多いですよね、うん、最近。ちょっと笑い事なんだけど、うん、原宿のなんか、代々木センターだったかな。そこのなんか宿泊施設に泊まった時に、世界中からみんな泊まるから、はいはい、私の親がスウェーデンから来た人と私だったわけ、うん、そしたらその子がそっち寝てる時クーラーつけて、私が起きて消してみたいな二人でなんか争ったことがあったけどそっか、暑がりなんですね、スウェーデンの人は。そう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 、うん、ということで、まず今日ね、映画戦踏む、私は見に行ったんですよ。三上知恵監督の戦踏む、戦に戦争の戦に雲、戦踏むですね。今日が本日限りで、もう11時40分から始まったんですけど、今日ね、終わった後、11時40分の回が終了した後、三上知恵監督が舞台挨拶があります。とっても私は初日の日に行ったんですけど、三上知恵監督も一緒に作った、プロデュースした皆さんもね、制作した皆さんもいらして、すごくこう裏話なども聞けたり、苦労とかね、とてもとてもとても面白かったです。それが11時40分の回終了後、お話をするっていうことなので、まず桜坂劇場にすぐ行ける人は行ったり、電話をして確認してみてください。とても素晴らしい映画です。でもう一つ、骨を掘る男っていうことで、サブタイトルがあと10センチで出会えるかもしれないってことで、具志堅高松さん、ガマフヤのね、ずっと遺骨を掘り続けてる、もう40年以上も掘り続けている具志堅高松さん、もう高松さん、私は本当に高松さんももうノーベル平和賞に値するような素晴らしい方だと思ってます。沖縄にはいっぱい、もう本当にノーベル平和賞に値するような方はもうこれまでの歴史の中でもたくさんいます。受賞はしてなくても、アーゴン将校さんや瀬長亀次郎さんや、もう本当に今もたくさんいらっしゃいますけど、その中の一人、私が尊敬している具志堅高松さんですが出ている、主演のドキュメンタリーです。骨を掘る男、見に行ってください。今面白い映画がもう桜坂でたくさんやっています。そしてシアタードーナツ、まなちゃん行ったことあるかな、沖縄。ああ、小野ですね。うんうんうん、とっても楽しいですよね、うん、美味しいドーナツ食べながら、ちっちゃい、もう本当に自分のお部屋みたいな感じの可愛いとこ、うん、ね、もうそこの映画も宮島さんがすごい選定して、もうこれは素晴らしいというものしか上映しないので、素晴らしい映画ばっかりですので、
ぜひシアタードーナツ桜坂劇場に足を運んでください。ということで、まず今日はですね、まず最初に言っておきますと、この放送は7月1日だと思うんですけど、はい、1日ちょうどの私は政務調査っていう議員としてのいろいろなとこ今度は例えば都市農業とそれからふるさと納税それでとても成功している他府県に勉強に行く政務調査っていうのがあるんですけど、それで7月1日から出発しまして茨城県の境町っていうところです。境町沖縄の境町じゃなくて境内の境ですね。境っていうか土辺に立つ見るって書いて見るかな。境町が小さな町なんですけど、ふるさと納税でもこの6000万ぐらいの売り上げから95億とかすごい成功していて、自分たちのやっぱり財源を自分たちで作るっていうところで成功しているので、そこの境町とそれから東京の杉並区の都市農業、都市の中に農業を作ってそれをうまく活用してるっていうところに見に行きます。それで今日は今収録を小さなお部屋で可愛いマナちゃんと向き合いながらやってるところです。はい、それで今日はですね、まず私は琉球新報も沖縄タイムスも購読してるんですけど、本当にこういう今日の一面ですね。これが琉球新報で米兵情勢暴行5月にもっていうことで載っています。で、今大きな問題になってますが、もう一つのタイムスの方ですね。タイムスの方は今ラジオで聞いてる皆さんは見えないと思うんですけど、今ツイキャスの中でタイムスでは嘉手納司令官謝罪せずということで、県に具体的コメントもなかったということで載ってますが、この未成年の少女を在沖米空軍兵士が少女を誘拐してそして性的暴行をしたとして起訴された事件のことが載っています。本当にもう言葉を失うというか、私もすごいショックを受けました。もう二度と起こしてはいけない、たくさん今まで起こってきて、もう二度と起こしてはいけないということで県民大会を開いたり、いろんなところ、この日本政府やそれから米軍に対してなどずっと訴えをしてきていて、それがまたもや踏みにじられたということが本当に悲しいなと思います。それもこれですね、ちょっと読み上げると、池田副知事が27日に県庁を訪れてきた嘉手納基地第18航空団司令官のニコラス・エヴァンス水上と准将と在沖米総領事のマシュー・ドルボ氏に女性の人権を蹂躙する重大かつ悪質なもので断じて許せず強い怒りを覚えると抗議しました。エヴァンス氏は心配をかけていることを遺憾に思うと述べました。でも事件概要や米兵の処分に関する具体的な説明はなく、謝罪の言葉もなかった。ドルボ氏も同じくコメントはないとだけ語った。これは3月に起こっているんですね。本当に3月に起こったにもかかわらず、沖縄県の責任者である沖縄県の玉城デニー知事、沖縄県に対しては一言も連絡が、もう6ヶ月経ってますか、一度もなかったということが本当に
本当に恐ろしいなと思います。ここは本当に沖縄、日本なんですかと、もう信じられないことですよね。だって慰霊の日、6月23日慰霊の日は岸田総理もこの防衛大臣もやってきています。玉城デニーさんのそばにいました。高いお金をかけて、そしてたくさんの機動隊、県外から100名越してるんじゃないですかね、たくさんの機動隊、バスも含めて、もういくら、本当にいくらお金を使ってるんでしょうかと、もう大金を使って沖縄に来て、こんな大切なことも沖縄の県知事に対して話さない、伝えない。なんか本当に、そしてこの新聞によるとコメントもない、謝罪もない。例えばこの司令官ニコラス司令官や、それからあのマシュードルボシの子供に、自分の大切な子供にこういうことが起こったら、あるいはアメリカの子供がこういう目にあったら、それでもコメントもなく謝罪もないですか。本当にこう、もうなんていうか、残念という言葉とか悲しいっていう言葉ではもう表せないなというふうに私は思っています。そしてその少女の暴行だけでなく、この今日の琉球新報によりますと、この5月に県内で女性に20代の海兵隊の隊員が性的暴行して怪我も負わせているということも伝えられています。そしてあの 来週ですね、来週の7月8日にこの私のこの歌って踊れるプレティーチェーちゃんと遊ぼうの番組に招待しているのが高里鈴代さんなんですけど、高里鈴代さんたちは基地軍隊を許さない少女、許さない行動をする女たちの会の代表なんですけど、高里鈴代さんが来てお話をしてくださいます。この高里鈴代さんはもう何十年にもたってこの沖縄で起こっている少女、それから女性 に対する暴力ですね、それに対してずっと抗議をして、子どもたちを、女性を守ろうという声を上げている方です。はい、それとですね、そのこれまでにもう1900たくさんの、これまでも事故がたくさん起こっています。それをちょっとご紹介したいと思います。まずその前にこのタイムスの方で米兵事件に広がる抗議ということで論壇が、社説が載っていますので、ちょっとご紹介させていただきますね。米軍嘉手納基地所属の兵長による少女誘拐暴行事件に対し、県民の怒りと行動の抗議の行動が広がっているということが書かれています。で、今日もですね、今日の夕方沖縄市のゲート2、嘉手納ゲートのゲート2に集まって、そしてそこからデモ行進をして、抗議行動をします。私も参加しようと思っていますが、どなたでも参加できますので、もし皆さん参加できたらぜひいらしてください。これはですね、今日の本日6月28日の6時ですね、嘉手納基地第2ゲートの前で抗議集会をします。で、その後
16時半から18時半から6時半からですね、抗議集、あの小屋十字路でデモ集会をします。高里鈴代さんも関わっていますが、そのフラワーデモというのが動き出しています。本日の夕方18時、夕方の6時ですね、嘉手納基地第2ゲートに集まって抗議集会をして、その後6時半から小屋十字路でデモ集会をします。あのもう SNS で広げられているので、ぜひ周りの方に広げてもらって、一人でも多くの方が参加してくださるようにお願いしたいと思います。それで基地軍隊を許さない行動する女たちの会、高里鈴代さんや糸数恵子さんが代表となっています。その会や、それからノーモア沖縄戦の地図宝の会、県内6団体の代表が県庁で記者会見し、日米両政府や米軍に抗議するとともに、被害者に対する謝罪や心のケアを求めています。で、出席者は少女の恐怖と絶望を思うと心がえぐられると語り、日米両政府を県民の命と暮らしが脅かされている現状を放置していると非難していますとあります。それでもうさらに、県内すべての軍事基地を撤去して新たな基地を作らせないことを要請しています。で、浦添市議会、そして北長城村、中城村、そういう議会が決議を挙げています。で、名護市でも市民が一人一人街角に立って、少女の尊厳を踏みにじるな、米軍に沖縄から立ち去れとプラカードを立って市民が抗議をしています。私の所属する宜野湾市議会も決議を出す予定です。まだ出せていませんが、7月中に出せると思います。そして行動する女たちの会、高佐藤さんたちの会がですね、1996年からまとめているんですけど、それでも45年の沖縄戦争の時から2021年にかけて、沖縄の女性約950人が暴力を受けている。950人、とても大きな数字ですよね。950人が暴力を受けている。それも氷山の一角だというふうに書かれています。声を上げないで、もう自分の中で本当にその傷を抱えたままになっている人もたくさんいることだと思います。で、日米両政府はこういう事件が起こるために抗議粛清と再発防止を叫んでいますが、一向にこの暴力というのはとどまっていません。で、結局軍隊っていうのは軍隊、よく兵隊さんがビーチクリーニングしてるよとか、そういうね、いいこともありますけど、軍隊のもともとの存在は人を殺すことです。人を殺す訓練をしています。だから軍隊の存在は殺すことなんです。人間をね、その力による鎮圧とか支配を前提とした組織なんです。だから日々の訓練もそうですし、紛争地で凄絶な暴力に直面すれば、緊張を増して心身は疲労するということなんです。だから米軍関係者は地位協定、日米地位協定で様々な面で保護され、優遇されている。そのことが占領者意識とつながり、この再発防止を妨げているんじゃないかというふうなこともしてきています。で、この米軍はそういう12月の事件発生、12月に起きてるわけなんですけど、その後何か対策を講じたかどうかということを問いかけています。そして3月の米兵が起訴された後も県にも連絡がなかった。これも大きなことですよね。で、市民団体が今米軍基地の撤去を今各地で求めているのは、基地があるために繰り返される犯罪だからです。この沖縄県にこれだけの基地があるから、これだけの
犯罪が起こっているということです。沖縄の過重な基地負担と不平等な地位協定がその元凶であるというふうに書いています。沖縄この日米地位協定、日本とアメリカの地位協定、それから日韓地位協定、アメリカとコリア、韓国、それから米ですね、イタリアとアメリカ、それから米韓がアメリカとこの韓国ですね。でこのアメリカはいろんな国々とこの地位協定を結んでいますが、その地位協定は年を経るごとに改定されてるんですね。すごい不平等な形からその国が要請して、これはおかしいじゃないかと、イタリアとかドイツが抗議をして、そしてこの改定されてるんですけど、日米地位協定だけほとんども改定されないままに来てるんですね。すごい不平等のまま、それを特に沖縄が受けてるということです。はい、それで皆さん、このもうまたかではなくて、もう二度と本当に起こさせないようにぜひみんなで立ち上がってほしいんです。2016年にリナさんっていう二十歳のもうとても可愛らしい女性の方、これから結婚をするという、結婚も予定していた、本当にこれからもう素晴らしい人生が待っていたリナさんが、このウォーキングをしている途中でこの米軍族の方に拉致されて、暴行されて殺された事件がありましたよね。その後ももう二度とないようにしようっていうことで、みんなでこう抗議をしたり話し合いをしたのに、また起こってしまったということは本当にとっても残念なことです。そして皆さん SNS とかで絶対にこの少女に対するこの何て言うんですか、傷つけるような言葉とかそういうことは一切やらないでください。私が覚えているのは、私が高校教師の頃でした。中学生だったと思うんですけど、沖縄市の方でこの子もとてもフレンドリーな米兵についていって、このお家に、その人のお家に連れて行かれて、そして暴行を受けたことがあって、その時にその事件が起こった後にその子に対するバッシングがあって、夜遊んでる中学生が悪いとか、こんなついていく方が悪いだろうとか、もう本当に心を傷ついている、痛めている、この傷ついたこの被害者に対する、もうすごいこの傷つけるような言葉がこのいっぱい溢れ、それでこの保護者の方がもう訴えてるのを取り下げました。本当にもうこれはとても悲しいことでした。だからそういうことが起こらないように、本当にその少女に対してはこう見守るというか、その心のケアがしっかりできて、その子がこの傷が癒えていくようにみんなで見守ってほしいし、だけどその米兵や日米政府に対しては二度とこういうことが起こってはいけないということで、抗議はしっかりとみんなで、たくさんの人が立ち上がるべきだと思います。皆さんぜひ立ち上がりましょう。じゃあここで音楽を入れたいと思います。サンレレで、ゲットを歌います。6月先週は平和の礎の名前を読み上げる集いを中心になって、学校団体ですね、小学校、中学校、高校、大学、いろんな学生さんたち、生徒さんたちが読み上げてくださいましたが、その中心となったのが西原中学校で国語を教えてらっしゃる久保さゆり先生です。この久保さゆり先生が
先週は24日来てくださいまして、慰霊の日の次の日ですね、来てくださって、もう平和の礎の名前を読み上げる集いがどれだけ中学生たちにいろんなものを与えているか、いろんなことを考えさせているか、ということを伝えてくださいました。ぜひYouTube に上がっていますので、6月24日の久保さゆり先生の出た私のこの歌って踊るプリティチェちゃんの YouTube をご覧になってください。そして来年は4回目となります。西原中学校は久保さゆり先生たちは1回目から1回2回3回全生徒で参加しています。そして今年もこの生徒たちの参加が大きく増えました。来年またまた本当に全校で取り組むぐらい大きくなってくれたら嬉しいなというふうに思っています。もう本当にさゆり先生とも話したんですけど、子どもたちの可能性は、子どもたちの豊かな感受性、子どもたちの感性っていうのは私たちのもう想像をはるかに超えていくので、やっぱり平和を作っていくのは子どもたちかなっていうことをさゆり先生と実感しました。ぜひご覧になってくださいね。ではゲットを海捨と豊さんの作詞作曲です。とても素晴らしい私たちの誇る沖縄のミュージシャンです。海捨と豊さんの作ったゲットです。一緒に歌ってください。ゲットを揺れて離せけば、夏の便りは南風、緑は燃えるウリズムのふるさと、花のかんざし、村の外れの石垣に手に取る人も今はいない、ふるさとの夏、まぶにの丘の祈り、夏の真昼は青い空、誓いの言葉、今も新たなふるさとの夏、海はまぶしいキャンの岬に寄せく、変わらぬ心。
外といっぱい来てますね。あ、こうやって来てる本当。ああ高保さん、高保さんと沖縄大好きさん、うんうんうん、高保さんはまた本土だよね。ね、あっちは梅雨でしょうね。ねえ、うん、高保さんいっぱい入れてくださってる、ありがたい。じゃあ CM 明けで準備 OK でした、はい、始めていきます、はいはい。はい、どうぞ。はい、はい、はい、コメントいっぱいくださっててありがとうございます。高保さん、いつものように本当にありがとうございます。高保さんは今本当の方ですよね、梅雨じゃないでしょうかね。こちらは梅雨明けてめっちゃ暑いんですけど、高保さんがおっしゃるように本当に私は日米地位協定はもうなくていいと思っています。本当に基地もなくていいと、ない方がいいと思っています。基地ではなくて、この暴力とそういう武器とかで平和を保つのではなくて、今玉城デニーさんが言ってるように対話、沖縄が台湾、中国、東南アジアとずっと貿易を14世紀15世紀貿易をして、もう貿易をしながら交流もして仲良くしてたように、世界中と対話をして交流をして仲良くしていくべきだと思っています。宜野湾市も中国のアモイという素晴らしい都市と姉妹都市です、友好都市というのですかね。もっともっと今1年に1度宜野湾から若者をというか送って、そして勉強してもらって帰ってきて報告をするっていう形で友好を続けてますけど、私はもっともっと小学校も中学校も高校も大学も今 Zoom っていうコンピューターでも Zoom を使ってできますし、いろんな交流をしてもっともっと文化の面でも学術的な面でもいろんなところで民間で交流を進めていくことが平和につながっていくと思っています。ぜひ活発に中国との姉妹都市アモイとも友好関係を進めていきましょう。はい、それとですね、私たちは引き続きこのもう二度と本当に子どもや若者、女性、被害に遭わ、そういう暴力の被害に遭わないように私たちは力を合わせていきましょう。そして日米政府にも強く求めていきましょう。私が普天間高校にいた頃なので、もう40年前になるのかな。最近時々パッと教え子に会うんですけど、もうびっくりしますよ本当に。私の中では久しぶりに会ってまた高校生なんですけど、もう先生4名子供いるよとか5名育ててるよとか、もう素晴らしくみんな頑張ってますけど、私が普天間高校に行った時に男の子が米兵に襲われそうになった時もありました。高校の普天間高校の近くの普天間の町歩いてる時にこの米兵さんが来て、なんか誘拐していこうというか、そういう目にあって逃げた子がいました。もうそれだけじゃなくて、私が覚えてるのはもう一つは、その時にちょうど事件が起こりました。その1995年だったのかな、12歳の女の子が米兵暴力を受けた時ですけど、その前後ぐらいだったか、30歳ぐらいの本土から来て沖縄に住んでる女性が、沖縄市に住んでたんですけど、アパートに住んでて帰ってきた時に米兵3人ぐらいの人にハンマーとかでめった打ちにされて亡くなったんですよ。本当に恐ろしい事件があって、もう私の友達はその
裁判にずっと足を運んでて、本当に恐ろしい事件でした。それもその女性がその海兵隊と前付き合ってたことがあって、そのもう今付き合ってなかったんですけど、その何かそういうトラブル、ちょっとしたトラブルで殺人まで行ったっていう恐ろしい事件でした。だからその本当にもう暴力がずっと続いてるっていうことで、あのタイムズと新聞両方にあの空軍兵による少女誘拐暴行事件の経過っていうのも載っています、詳しく。だからぜひ2023年12月20日に20日に、あ、これは辺野古新基地を巡る大執行で県が敗訴して、その4日後ですね、24日、米兵が少女を自宅へ連れ去り性的暴行、少女の関係者が110番通報、検察が米兵を身柄拘束せず任意で聴取ということです。そして3月11日にはかなりもう時間経ってますね、3月には検察が米兵を那覇地検に書類送検、そして27日には那覇地検がわいせつ目的誘拐と不同意性交の罪で起訴ということで、3月27日には外務省がエマニュエル駐日米大使にも抗議をしています。私はこう恐ろしいなと思うのは、こういう抗議をされているのに、このエマニュエル駐日大使は5月17日与那国島を笑顔で訪れて、与那国島と石垣島を訪問しています。そしてアメリカが沖縄を、日本を守るということを笑顔で話しています。こういう事件がありながら、県知事にも伝えず、県民にも伝えず、謝りもせず、そしてのうのうと笑顔で記者会見もする、私はもうその人間としての感覚がもう本当に理解できません。そして慰霊の日には、このそういうことを、その事件があったのを知りながら、岸田総理や防衛大臣はもう平気な顔をして普通にスピーチをしています。玉城デニー知事とも挨拶をしてるはずなのに一言も伝えていません。そして沖縄には外務省沖縄事務所というものが那覇市にあります。これは1995年の米兵暴行事件で沖縄の実情を政府と米側に伝え、円滑な関係構築に努めるのを目的として作られました。だから事務所の英語表記には仲介や橋渡しという意味を持つリエゾンという言葉が書かれているそうです。そして沖縄リエゾンですね、 The Ministry of Foreign Affairs だと思いますね。そういう事務所も作っていても、外務省の役割はこういうことが、こういう事務所が作られるということは、予算が、私たちの税金ですね、予算が取られ、大きな お金ですね、投じられているわけです。でも結局この米軍の事件や事故が起こるために県民から抗議を受けて米側に伝えても、事態が改善しているという話はほとんど聞かない。そしてその同事務所のこの沖縄事務所のフェイスブックのページは、米軍幹部と大使が笑顔で並んで写る画像がいくつも出てくる。で、3月には今回の事件を把握していた、3月には牛ステーキの画像も登場する。ステーキ、本当に県になぜ伝えなかったかっていう理由も全然理解できないです。そしてキャサリン・ジェーン・フィッシャーさんっていうお友達がいます。このジェーンさんは東京在住ですけど、ジェーン・フィッシャーさんはこの米兵に対する性犯罪被害者なんですね。性犯罪被害者を自分が受けたんですけど、私が最初ジェーンさんを見たのはその沖縄の大きな大会でした。この米軍に対する抗議の大会にマスクと
サングラスをかけて、その頃はこうまだこの顔をあまり表せてなかった、出してなかったので、マスクとサングラスをして、でもこの勇気を持ってこの性犯罪被害者としての声を上げてくださいました。そのキャサリン・ジェーン・フィッシャーさんは今ももう本当に精力的にあちこちで、東京でも日本政府に訴えたり、そしてアメリカに対してこの裁判を起こしたりですね、本当にもう全力でこの性被害者がもう二度とこの米兵による性被害者が起こらないようにということでずっと活動を続けているフィッシャーさんも、今日すぐに昨日ですね、衆議院会館で外務省や防衛省などの職員と面談をして、そして今回の米空軍兵の事件を県側に伝えてなかった政府の姿勢について、フェンスの向こうの加害者側に立っているような対応で、皆さんは敵ですかということで批判したそうです。で、被害者のケアに政府を挙げて取り組みを求めたそうです。フィッシャーさんは、県は被害者のプライバシーや県民の安全を守る立場にあると強調して、政府は情報をいち早く共有すべきだったと訴えたそうです。そして今回の政府の対応は間違っている、それを認めるべきだと指摘しています。日米地位協定の改定などを求める要請書も提出して、世界が注目していると釘を刺して迅速な対応を求めたそうです。キャサリン・ジェーン・フィッシャーさんに心からお礼を言いたいと思います。キャサリン・ジェーン・フィッシャーと調べると SNS でもインスタでも Facebook でも、もう一生懸命本当にいろんなバッシングをする人たちもいるんですけど、勇気を持ってずっと発信を続けていますので、皆さんぜひフィッシャーさん、キャサリン・ジェーン・フィッシャーさんを応援してください。はい、皆さんに、私は本当に今日は沖縄タイムズと琉球新報を2つ両方、私は琉球新報、沖縄タイムズ、それから週刊金曜日、それから中日新聞、素晴らしい新聞や週刊誌を購読しています。やっぱりまず知るっていうことが大切だと思うので、それにお金を使っています。ぜひ皆さん読んでほしいなと思います。そしてハルモニー、ここにいるわけということで、在日コリアンのおばあさん、ハルモニーたちの過去と今を問うドキュメンタリー映画、アリアン・ラプソディ、海を越えたハルモニー、上映会が、これはですね、明日午後2時から北谷町の北谷未来センターで開かれました。明日です。アリラン・ラプソディ、海を越えたハルモニーたち、初の上映会で、明日の午後2時から北谷町の北谷未来センターです。映画の主な舞台の一つが沖縄になってます。で、ハルモニーと沖縄戦体験者の交流も描いています。皆さんはもうご存知の方もいると思いますけど、朝鮮慰安婦、若い 10代の子から20代30代 の女性たちが無理やり朝鮮韓国から連れてこられて、そして慰安婦として英語ではセックススレイブ、性の奴隷と言いますけど、セックススレイブとして働かされた、無理やり働かされて病気になったり、本当に故郷に行かれず悲しく沖縄で人生を送った人たち、この方たちがたくさんいます。その映画となります。ぜひ皆さん見てもらえたらと思います。入場料金は大人が999円で学生が500円、問い合わせは 070-5485-0623 までです。問い合わせは 070-5485-0623 です。あと茶谷未来センターの方で行われます。明日2時です。ぜひ足を運んでください。はい、今日はいつも私は沖縄タイムズと琉球新報を本土のお友達にも、北海道のお友達、本
今度のお友達に勧めています。それは朝日新聞、東京新聞、素晴らしい新聞ありますけど、沖縄の問題を本当にたくさん扱っていますので、日本中の方がこの問題を知るべきだと思っています。これを見ると日本というのがどういう国かが見えてくると思います。そして今日のね、沖縄タイムズの、文化面14面ですね、14面の方に伊佐伸一さんが琉球語辞表、これ今連続でやってるんですけど、ハイヌミーからヤマトゥーユースーミスリバ、針の穴から日本の世を覗いてみればという意味だと思います。私もあまり牛目とも勉強しないといけないんですけど、この伊佐伸一さんが琉球語で、なあヤマトゥンカイヤ、5年ぐれんちえなん、一路あたいね友人ねん、足でいりきさるトゥクマンねんで、アクトヤンサンチムッサイコッサイということで、全部この記事はですね、シマクトゥバで書かれています。権力への自覚なき日本人ということで書いてあります。とても勉強になりますし、この琉球語っていうのは今絶滅危機言語となっていますので、みんなで勉強していけたらいいなと思います。はい、それとですね、同じ面に未来に関わる議論を中止というところがあるんですけど、ぜひ見てください。それと、もう一つ今日締め切りのものがあります。まだ時間あります。今日女性の翼という団体があって、これも女性の権利ですね、女性の権利を獲得して女性が生き生きと普段の生活の場、それから政治の場、ビジネスの場、いろいろの場で女性が男性と同じように平等に幸せに生きていけるようにということで、女性の翼が作られています。もう40周年ですかね、素晴らしい活動をしてきていますが、その女性の翼が海外の翼、海外に行く企画を毎年しています。まなちゃんもできますよ、20代でしたかね、から65歳まで応募できます。ぜひ応募してください。行った私と同じ議員をしている座間美和香さんや矢良千恵美さんっていうとても素晴らしい議員さんたちがこの女性の翼で行ってきたんですけど、外国にとっても勉強になったそうです。もちろん今自分で旅行はいくらでもできますけど、みんなで10名とかその団体で、女性平等が進んでるところ、例えば去年はベトナムに行ったそうなんですけど、ベトナムはもう日本よりずっと進んでるんですね。だからそういう女性がもう政治の場でもいろんな場で男性と同じように活躍してるところに行って学んできて、それをでもう刺激を受けて、そして沖縄をそういう女性も平等に生きていけるこう街にしようっていうことで、和香さんや千恵美さんがとても活躍しています。私はそれを見て、女性の翼って素晴らしい団体だなっていうふうに感じて、今勉強していこうと思っています。ただ65歳までという年齢制限があって、私は今65歳なので申し込んでみようかなと思って、今日が締め切りみたいなんですよ。皆さん今日の決心まで大丈夫っていうことですので、今日もちろん今日市役所にも男女共同化ですかね、共同参画化の方とか、それからあと那覇市の方に事務所があります、そこで届けてもよろしいですし、もちろん郵送でもいいんですけど、郵送だと今日の決心ですね、必ずということで、そんなに難しくない申し込みになってますから、インターネットでチェックしてもらって、ダウンロードね、コンビニでもどこでもできますよね。そして申し込んでみてください。まず挑戦、何でも挑戦してみてくださいね。はい。そしてまた、時間はまだ大丈夫ですよね。あ、もう5
5分、うん、喋りすぎた、うん、得意じゃないですそのまま。あ、はい、そうですね。じゃあ今日はあと5分ということなので、今日もこの事件が起こったのでちょっといろいろ新聞からやったんですけど、皆さん本当にもうこれで本当に最後にもう二度と起こらないようにしたいと思うので、そのためにはみんなで立ち上がって、そしてこのみんながおとなしくしてたら、あ、沖縄の人っておとなしいから、あ、自分たちこういう態度をとっても大丈夫なんだね、こんなのありえない、嘉手納司令官謝罪せずなんてありえないことです。基地があるために起こってるのに。そしてもしこれがアメリカで起こったら、もう大騒ぎです。アメリカは人権の国なので、例えば道路で転んでもこの市とか県を訴えるような権利意識の強いところです。で、子供が校長教頭を訴えるっていうのはもう日常茶飯事で、本当に子供たちも自分の権利を主張できるところなので、そこでこういう少女暴行なんて起こったら、もう国、県、州が大騒ぎをしています。こんな謝らないなんていう態度は、だから沖縄は植民地みたいなんです。植民地、沖縄の人の権利は認められていないんです。だからこういうことができるんです。この普通だったら保釈もされないそうです、検察に。でこの加害者は基地の中で保釈もされて普通に生活をしているようです。だからこういう本当にこういうもう本当にこういうことは起こってほしくないと思います。だから皆さん声を上げましょう。今日6時にカデナのゲート2です。ゲート2で6時に集会がありますので、皆さんちょっとの時間でもいいですから、どうにか時間を作ってきてください。あとそこを間に合わなかったら五夜十字路で6時半にみんなで声を上げます。もう声を上げて、私たちは怒ってるんだと、私たちの子どもたちを守るんだ、少女を守るんだ、女性を守るんだ、罪のない市民を守るんだということで声を上げていきたいと思いますので、皆さんぜひ参加してください。でもし今日無理でもいろいろできます。防衛局に電話をしたり、メールを送ったりとか。はい、あと1分ということです。じゃあ皆さん本当に少女の方、そしてご家族の皆さんには心から本当にもう本当にすみません、私たちが防げなくてごめんなさいっていう言葉を言いたいです。で、みんなでこれからも二度とこういうことが起こらないように、みんなで力を合わせて、知恵と力を合わせて頑張っていきましょう。はい、じゃあ今日も歌って踊れる踊ろうプリティチェちゃんの番組に参加してくださった皆さん、ありがとうございました。じゃあ今日もいい日でありますように。 Have a good night. バイバイ、ありがとうございました。まなちゃん、ありがとう。はい、お疲れ様でした、はい。本当にひどいよね、まなちゃんね。なんか最近の話っていうのがびっくりですね、これ。だからそれもさ、だから12月に起こって、その何もしないでまた5月に起こったわけでしょ。うん、もう許せないっていうか、もう本当に今頃に